佐藤和夫動画チャンネルです。4月24日に投票が行われ、当選することができました。その翌日に議場において選挙管理委員長から当選証書をいただいてきたわけでありますが、それがこれです。当選証書、真岡下町2291番地佐藤和夫、右は真岡市議会議員に当選したことを証明するため、ここに当選証書を付与する。平成23年4月29日、真岡選挙管理委員会委員長上田和夫というような形で、いただいてきたものであります。この当選証書も今回で4回目いただきました。本当に皆様に感謝であります。この年間公約実現のために一生懸命頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。